アルハ DJ ソアライズです、フェイクレコードキーパーメロージャム TV やっていきたいと思います。今日はですね、ガチャまた行きます。ガチャあります。やるのはドリームセレクションですね。一応ジェムが1万4000分ぐらいあるんで4つ引こうかなと思ってるんですよね。でもこう1個ずつ動画に上げていきたいと思うので、まずはオーバーフロー大きいこいつ行きたいと思います。狙うはね、ちょっとリスト入ってるかな。狙うはトットです。トット入ってますよね。トット入ってます。でもこれ福袋にトット入ってるんですよ、ランダムで。なんでここで交換用じゃなくていいですね。でもしあの福袋のランダムでトットが出たらクルルにしようと思ってるんで、ということでとりあえずこれどっちの方がいいんですかね。福袋さっき引いてからの方がいいのかな。でもそうするとこの闇ガチャでチェインが出ちゃったらってことを考えると、結局まあそうですよね、かぶらないようにしたいんで選べるリストは最後にやりたいと思います。ってことでジェムりますから2009ジェム第3弾でね、ジェム1万円まで使おうと思って補充しといたんですけど、これでドリームには使えます。嬉しいっすね。結構なんか前回のフェスの時、なんかドリームの時全部なんか1個しか出なかったんですよ。うわ、でも今回もそんな感じだ。エアポ出なかったんですよ1回も。うわ怖いな。好きなキャラのね美少女が出てる。なんだこれ、想像がつかない。なんだこれ、セフィロス、セフィロス戦技もしかして。あ、マテリア。かぶり、しかも。かぶりじゃないですか。セフィロス強化ができると思ったんですけど、え、これもしかして。マーカスか。いや、一瞬今焦ったっすね、これ。セフィロスのこれ。なんか、セフィロスの戦技、戦技は取ろうと思ってるんですよ。選べるやつで。服じゃなかったでしたっけ。今回はちょっとこの闇ガチャは収穫なかったっすね。ちょっとそれ確認してもいいですかね。ドリームなんだこれ、おっしゃった。確かなんか ドリーム戦技回そうと思ってたんですよ。なんだオーバーフローは絶対やりません。これの選べるやつでセフィロス狙ってるんですよ。今回やっぱ覚醒奥義ゲットできたんで、超絶ではセフィロスのもう狙ってるんですけど、限界突破のやつで今回やっぱセフィロスセットにしようと思ってるんですけど、あ、エンジンのコテだ。服じゃなかったですね。ってことで今回はあれですね、とりあえずおまけはまだ引かないです。オーバーフロー着、まあおまけで選ぶとしたらトットかクルルですね。まあ、闇ガチャでどっちも出ちゃったら嬉しい悩みなんですけど、まだ誰にするかちょっと考えたいと思います。ということで今回は、ドリームセレクション2018これのオーバーフロー奥義でしたね。まあ、おまけやるときはまた別動画であげますんで、ありがとうございます。メロージャム TV でした。